ージ会場へお越しの皆様、こんにちは。こんにちは。高知大学よりやってまいりましたよさこいチーム穂村と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、これより踊ります曲は今年の高知よさこい祭りで踊らさせていただきました虹という曲でございます。八色の虹を探し求める青年の結末はいかに。はい、3回生のみんな教師、この神戸の地で今日18代目として最後の演舞を迎えます。どうか手拍子、心拍子、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ踊り子、今日最後の演舞ですが元気はいいか。まだまだいけるぞ、元気はいいか。今日引退の3回生、元気ですか。僕が作った虹を最後まで踊り切ってください。それではホムラ恒例の気合でよいや、よいやった。2018虹踊り子構え。全ての生物が目を覚ます中、青年も目を覚ます。今日は何か様子がおかしい。一体どんな冒険だろうか。笑いあり涙ありの4分34分、18代目、ラストステージ今開演。始まる炎の演舞。ぶつかり合い、言うことを聞かない、なんてわがままなんだ君たちは。
だがそれを乗り越えていくと絆が生まれる。そんな絆がある18代目、俺は大好きだ。今まで一緒に踊ってくれてありがとう。我ながらあっぱれ。試合の虹の下には宝物がある。そう、19代目だ。いかなる時も信頼してマスターを好きでいてくれてありがとう。だがこれからはマスターはいない。君たちの出番だ。胸を張って虹の続きを描いてくれ。頑張れ19代目。さあ、そろそろ終盤です。お客さんも一緒に盛り上がっていきましょう。虹の物語もそろそろ終わりのようだ。名残惜しいがこれでおしまいとしよう。それではどっかでまた会う日まで。2018終演はっはっ、ありがとうございました。はっ、おでこ撤収。ありがとうございました。やさこいチーム穂村の皆さんの演舞でした。ありがとうございました。